ン旅手帳をご覧の皆様、こんにちは。私はナビゲーターを務めます大久保真理子です。この台湾旅手帳では台湾の様々な魅力をご紹介していきます。日本でもよく知られている王道の観光スポットから少しマニアックな場所まで、一緒に台湾散策の旅に出てみましょう。台湾各地の日本との関係性など、今まであまり知らなかったことが分かり、次回の台湾旅行がより一層楽しくなるかもしれませんよ。さて、今回は台湾南部の大都市高雄市を紹介していきます。台湾は長くにわたり、北部の台北は政治の商業の中心、そして南部の高雄は巨大港を有する工業の中心として、この2大の都市を中心に発展してきました。高雄都市圏は現在発展目覚ましい中部の台中都市圏に人口で抜かれはしましたが、台南都市圏、平東を含めた南東地域の生活圏としては依然500万人以上の人口を抱える台湾第二のエリアとして君臨しています。また2010年には高雄市と高雄県の合併により、高雄市は台湾最高の峰の山、標高3952メートルの玉山もその地域に含まれるようになり、非常にバラエティ豊かな都市となっています。そんな高雄の街を一緒に見ていきましょう。高雄市鳥松区にある長生湖風景区は、旧名をダーベイ風もしくはドアピー王と言います。民国43年1954年に土地を整備し、民国48年1959年に風景区として一般開放されました。民国52年1963年に元総統蒋介石により湖水が澄んでいることから長生湖と名付けられました。また台湾生湖の美名も与えられました。長生湖の面積103ヘクタール、総貯水量は337万立方メートルに及ぶ湖面は、高雄市で最も大きな湖なのです。面積375ヘクタールの風景区は、集水圏、景観、休憩、そして生態保育の役割を担う景勝地となっています。現在、長生湖は風景鑑賞エリア、水源地、レジャーエリアの3つに分けられています。水源地エリアは一般開放されていませんが、その他のエリアは開放されており、参観することができます。有名なスポットとしては、3つの橋、6つの景勝地、8つの景勝地があります。3つの橋は究極橋、笠崎橋、そして吊り橋です。6つの景勝地とは、自由亭、工場台、方言閣、百花港、富国島、千樹林を表します。8つの景勝地とは、梅林春行、極境長月、龍眼関連、高級防海、真珠名金、古山花期、三帝蘭礁、そして宝刀浴金という場所です。素朴かつ優雅な中国式庭園建築が、周りの大自然の景色と融合して、訪れる人々の心を和ませます。特に長さ230メートルに及ぶ究極橋は、
橋が9回曲がる綿密な作りになっており、調整庫の美しさに異なる色彩を添えています。観光客はこの橋の上から山の景色や調整庫の魅力的な景色を楽しむことができます。調整庫は自然の山は湖の景色を融合させた、子どもから大人まで楽しむことができる健康的なレジャーリクリエーションエリアとなっています。高尾市西江地区の観光景勝地春秋閣蓮池潭は、古くは陶庭と呼ばれており、湖面は75ヘクタール、長さ 1.4 キロ、幅400メートルの湖です。清王朝時代には、ここは宝山県文廟敷地内の天然の池でした。毎年夏になると、蓮の花が咲き乱れ、その香りが広がっていたため、当時、池から広がる蓮の香りの地と呼ばれており、清王朝の宝山八景の一つに数えられるほど、初期の台湾で非常に重要な景勝地でした。春秋閣は蓮池潭の西南に位置しています。これは2つの中国宮殿式の2つの建築物、春閣と秋閣で、1953年に慶明堂というお宮により蓮池潭のほとりに建設されたものです。2つの建物はともに4階建ての八角堂で、旧教橋によりつながっています。緑の瓦屋根に黄色い壁はパゴダを感じさせる、カンウという神を記念するランドマーク塔であり、当時は台湾を代表する塔でした。その前には龍に乗った観音菩薩像があり、それにまつわる伝承があります。伝承によれば、龍に乗った観音菩薩が雲から現れ、信徒にその姿を像にして2つの閣楼の間に立てるように指示したとのことです。春秋両閣は究極橋によりつながっており、春秋五閣とも呼ばれています。この曲がった橋は蓮池潭の上に建てられている五里堤とつながっており、その美しい姿を見せています。蓮池潭風景区はそのすべてが景勝地といってもよく、付近の住民の大事な憩いの場となっています。早朝や夕刻には多くの付近の住民がここで運動やマラソン、ウォーキング、自転車、ヨットなどを楽しんでいる姿を見ることができます。どの季節にここを訪れても、この場所で美しい山や湖の景色を楽しむことができます。調整庫は高尾市街地からもほど近く、多くの人々が訪れる憩いの場として機能しています。近くには野球場やゴルフ場もあり、湖の横には中国風の宮殿式建築の高尾丸山飯店が建てられており、その荘厳な姿には圧巻されます。さて、調整庫の岬には立子飛翔の像が鎮座しています。この立子というのは、秋田県田沢湖の伝承に出てくる湖の守り神立子のことです。ここ調整湖は1987年に秋田県田沢湖と姉妹湖を提携しているんですね。田沢湖の岬には台湾から送られた飲水資源像が鎮座しています。これは調整湖を管理しているのが公営の水道会社、
台湾自来水耕種であることから、水を使用するときはその水源の大切さを忘れてはいけないという戒めが表されているんです。当時の厳しい国政情勢を顧みても、この長生湖と田沢湖の姉妹締結というのは現代における台湾と日本の交流の原点と言えるのかもしれません。長生湖にお越しの際はぜひ田津湖像もご覧になってください。高雄市を代表する高層ビルが高雄8号ビルです。台湾では台北101に次ぐ2番目の高さで、その高さは378メートル。名前の通り85階建ての摩天楼です。特徴的なのはその形で、高雄の高い感じの形をしています。高雄港からほど近い場所にある85ビルは、寿山はもちろん長生湖や高雄小湊空港、アルカ港平大橋からも見ることができる高雄で最も有名なランドマークと言えるでしょう。74階、高さ296メートル地点にある展望台からは、大都市高雄の街並みのほか、高雄港から大海原が広がる眺望で、台北101の展望台とはまた変わった美しさを見せてくれています。高雄でも有名な紀新風景区は、高雄市の紀新半島上にあり、高雄港の西側にあたります。ここは紀山の後ろに面していたため紀湖と呼ばれ、かつて多くの船が往来する地であったことから紀新と呼ばれるようになりました。紀新は海にある砂州で、南北の長さは 11.3 キロ、幅は平均200メートルで、高雄市で最も早い港でした。紀新はもともと台湾本島とつながっていました。1967年、高雄港が2つ目の港を建設する際、海に伸びる半島から切り離され、紀新は一つの独立した島となったのです。1986年に海底トンネルが完成し、高雄・紀新の間の交通事情が大幅に改善され、紀新は高雄観光の際必ず訪れるスポットになりました。紀新風景区になる紀新海岸公園は、高雄市最大規模の海岸公園です。民国82年、1993年に作られ、その面積は45ヘクタールに及びます。青い空と海が広がる景観は、訪れるものを爽やかな気持ちにさせてくれます。紀新海岸公園の歩道は1キロほどあり、その両側には自動車専用道路と紀新西海岸ビーチが広がっています。人々は自転車に乗りながら海岸の風景を楽しんだり、夕焼けの場所には夕日を楽しんだりしています。また有名な紀新貝殻館、紀湖灯台、紀湖砲台など重要なスポットもあります。砲台の上からは高雄港の美しい景色や8号ビルなども眼下に収めることができます。もちろん紀新風景区を訪れる際には、紀新オールドストリートを散策するのも忘れないようにしましょう。美味しい新鮮な海鮮料理を楽しみ、地元のお土産を買ったり、紀新天皇宮で霊験あらかたな魔僧を拝んだりしましょう。
肥後灯台の向かいにある高尾英国臨時館は高尾市古山区高尾港北岸の古山中腹にあります。高尾港に隣接する急な岩壁に面しており、三面は海に囲まれ、地理上非常に有利な場所に位置しています。ここはかつてはイギリス関税税務機関があった場所です。高尾英国領事館は1865年に建設された、台湾で現存している西洋近代建築物のうち最も歴史が古い建物です。1895年の日清戦争で台湾が日本に割譲された後、日本人は積極的に高尾港などの建設を行い、高尾領事館は高尾海洋観測所となりました。その後、第二次世界大戦で攻撃を受け、1985年にようやく修復が完了し、国の第二史跡に指定されました。この場所は高尾史跡博物館となっており、高尾港や静止湾の美しい景色を望むことができます。高尾肛門港に関する最も早い時期の掲載文献は1892年、新光書18年に出版された耐震法三権官名三括自殺です。高尾肛門港の由来についてはいろいろありますが、どれもオランダ人と関係しているようです。肛門港は高尾関湖の南端に位置しています。日本時代には台湾で最も広い面積のマングローブ林が広がっており、豊かな自然生態を有し、漁民たちが多くの漁業資産を得ることができたようです。また清王朝の時代より肛門港は有名なエビの養殖所となっていました。2002年に高尾市政府は肛門港集落を移動させ、高尾港インターナショナルコンテナターミナルを建設し、その一角に肛門港文化園区を立ち上げました。もともとあった工事島に周囲の環境資源を整合して作られたのです。面積は 3.42 ヘクタールで、域内は集落のデザインをもとに6つのエリアに分けられています。その一つは工事島回転レストランです。もともと工事島は信号塔で、その外観は漢字の高いという字に見えることから、その名が付けられた園内で最も目を引くランドマークとなっています。展示館は肛門港集落に伝わる歴史の素材や生活の出来事の記録を面白くバラエティに富んだストーリーで展示しており、見る人に先人たちの開墾の精神を伝えています。屋外建築では古い建築を構造を利用し、古代の建築方法を用いて肛門港集落の生活を再現しています。天空歩道の前身は台湾電力大林火力発電所から肛門港文化園区をまたいで石炭を運ぶための設備でした。
現在ではその姿を観光客が見ても美しい天空歩道に変えています。ふとうと待合室エリアは、待合室はもともと収容人数が50人でしたが、現在では拡張されて150人まで増えました。海を望む展望台では高尾港の船を近距離で見ることができます。コンテナ積み下ろし機や工業プラントなどでは入港する大型船の圧巻の様子を感じられます。高尾港は2018年の統計で世界コンテナ港第15位にランキングされている巨大港です。同じランキングでは日本で一番大きな港である東京港が35位ですから、その大きさは一目瞭然ですね。実際寿山という高尾港を見渡すことができる山の眺望台に登ってみると高尾港の大きさが実感できます。山の上からも港の端から端までを見渡すことができないのです。そして高尾の発達は高尾港によって築き上げられたといっても過言ではありません。台湾の地図を見てみると台湾の西側は単調な砂浜が延々と続いています。これらはすべて塩浅であり、河川の土砂の蓄積などによって近代的な港を建設することは難しい状況でした。台湾の歴史上重要な港であった北部の淡水、中部の六甲、南部の安平などはすべて土砂の蓄積によって港の役割を果たせなくなってしまいました。入り江となっていた高尾港は唯一の良港だったのです。そこで日本時代に港と都市の整備が進み、その規模を拡大していきました。もともとセメント業などは盛んだったんですが、戦争により鋼鉄業や軍事産業が飛躍的に発展し、高雄は台湾を代表する産業都市としてその地位を確立したんです。戦時中は攻撃を受けたものの、戦後の国民政府時代になると朝鮮戦争の影響もあり、アメリカの支援のもと高尾港は完全に復活し、1982年には世界で5番目に大きいコンテナ港として世界的に有名になりました。さて、その港の波止場に長い間閉鎖されていた倉庫群があったのですが、現在はリノベーションされて国芸術特区という若者が集まる芸術文化エリアとして人気を博しています。このエリアには新しい発想を持つアーティストたちが集まり、彼らのデザインと創作の力によって特色ある独特な空間へと変化を遂げました。工業施設の廃棄部品や廃材などを作って作られた巨大なロボットなオブジェ、壁一面に描かれたグラフィティなどが歴史を感じさせる赤レンガの建物と相まって独特の雰囲気を醸し出しています。もちろん有名店などのテナントもたくさん入っておりますし、ショッピング目的でも多くの若者が集まっています。かつて貨物列車が走っていた線路はライトレールとなって域内へのアクセスを容易にしているほか、サイクリングロードなども完備されています。ちなみにこのライトレールはスペインの技術が導入されていて、停電中に充電を行うというシステムが採用されています。すなわち河川が存在しないという非常に珍しい存在で注目を集めているんです。今なお発展を続けているこのエリアはランドマークとなった高尾港、大港橋、海洋文化および流行音楽センターなどデザインの凝った建築物が多く、今なお成長を続けている高尾屈指のレジャー展示空間となっています。
モリン風景区は、モリンの東側、脱光景と支流の木昇景が合流する場所にあり、元の名前をルムスと言います。脱光景は、モリン地区を貫いており、高い山が連なる風景のほか、滝や峡谷、および豊富な動植物がもたらす景観など、独特な地形や地質を作り出しています。その中でも、龍頭山と蛇頭山のもたらす循環恐竜地形は特に特徴的です。蛇頭山と龍頭山は異なる形成の仕方をしており、地滑りにより積もった土石が蛇の頭の後方の山々とつながって、今日のキャッポダの頭のような地形となり、対面する龍頭山とお互いに特別な景観を作り上げています。龍頭山は現在、頭の部分と背中の部分がそれぞれ分かれていますが、それは日本時代に地元住民の交通の利便性向上のため、山を爆破して川の流れを変えたことに起因しています。この巨大な龍が真珠を吐き出しているような特別な景観は、川が曲がり、循環渓流地形を作り出しているためです。高いところから俯瞰すると、まるで一匹の巨大な龍が山谷に絡み合っているようで、非常に壮観です。龍頭山、蛇頭山、そして奇形山は、モリンの最大名山と言われています。モリン国家風景区のルリマダラの幽谷は、地球上で有名な2カ所の超の大型越冬の谷のうちの一つです。高雄市モリン区に訪れる際には、その途中でハッカ文化に富んでいる箕面区に立ち寄り、このハッカの町独特の雰囲気を味わってみてください。1736年にハッカの先民たちはこの地に箕面庄を作り、この町の歴史が始まりました。箕面といえば、人々に素朴な油紙芸術を思い起こさせます。箕面の紙産製造は、60年ほど前に広東の職人が紙の傘の製作技法を伝えたことに始まり、この地域の特徴的な産業となりました。中山路にある定時計は、箕面人の知識への尊重が現れています。伝承によれば、箕面に町ができ始めた頃、亮という男性が文字の書かれている紙があちらこちらに捨てられているのを見るに耐えず、掲示亭を建て、町の人がここでそれらの紙を燃やして処理できるようにしたと伝えられています。庄里和記念館では、この地の作家庄里和先生の手書きのメモや著作、生活写真などが展示されています。1915年に生まれた庄里和先生は、台湾郷土文学のパイオニアと言われています。高潮水谷は、箕面渓の上流の恐竜部に位置しています。かつては大量に台湾企業の主食であるタガヤ産が植えられており、毎年旧暦の5月になると、台湾気境が大量に発生して、山や谷を埋め尽くして飛び回り、大層を訪れる人を魅了したものでした。しかし、現在は環境の変化により、台湾気境の量は激減してしまいました。箕面湖東北部に位置する箕面ハッカ文物館は、タバコ工場の形と強引を組み合わせた建設設計になっており、打ち放しコンクリート技法で簡素さと素朴さを表現すると同時に、
落ち着いた色合いで装飾することにより文化的な美しさを醸し出しています。これは発火の人の勤勉さ、倹約という伝統的な美しさと精神を表したものになっています。箕面発火文物館は3階建てで、マルチメディア、文献、ショートフィルムの放映、実物の展示など様々な方法で発火人たちの衣食住、交通、娯楽などの文化や歴史を紹介しています。同時にこの場所を通して発火文化を伝え残すことにより、後代や子孫たちにこの失われつつある文化財産を理解してもらおうとしています。箕面湖はもともと箕面湖と呼ばれており、高尾市箕面区京湖両渓と大湖渓が合流する場所にある高尾市で調整湖に次いで2番目に大きな湖です。日本時代に貯水湖として6メートルのダム堤が築かれ、地域住民の唯一の生活用水兼農業の灌漑用水の水源として機能しています。箕面では資産の製作やその他創意工夫された品物を見るほか、ご当地の発火料理を楽しむことができます。香りがよく弾力のある発火ライスヌードルをじっくり煮込んだ箕面豚足や冬瓜のとじ煮、キャベツのとじ煮、発火式の漬物、野生の台湾ガガ豚、もつの生姜炒めなどの珍味などと一緒に味わえば、忘れられない美食体験となることでしょう。箕面のすぐ隣町、紀山も紹介しましょう。紀山は発火人が多い箕面区に対して闽南人が多いエリアです。そしてこの紀山は100年の歴史を持つオールドストリートが完全な形で残されており、観光するにはもってこいの場所なんです。このバロック式の装飾が施された建物が並ぶ町は、かつてはバナナとサトウキビの集散地となっていたところです。日本時代に製糖業でにぎわっていた紀山、この周辺では製糖の原料となるサトウキビが多く栽培されていました。その運搬の際に使われていたのが鉄道で、オールドストリートの先に紀山駅があります。現在では鉄道は走っていないのですが、歴史を感じさせる駅舎は現在でも紀山駅製糖庫事館として保存されています。あちこちで地元の住民の方々が持ち寄った野菜が販売されていたり、レトロな看板などもあるゆったりとした空気が流れる街紀山、時間をかけて散策したい場所ですね。歴史を感じさせる貴重な建物といえば、旧高尾駅が挙げられます。旧高尾駅は日本時代の1941年に建てられたもので、長い間高尾の鉄道の玄関口としてその機能を果たしていました。この建物は定管様式と呼ばれるもので、箱型のコンクリートの建物に日本式の瓦屋根を乗せた和洋折衷の建築物です。このような様式の建物は1935年から1945年の10年間ほどの間に建てられた建築物にのみ見られる方式で、希少価値や歴史的な価値が非常に高い史跡なのです。2002年新駅が完成した後もこの旧駅が保存が決定され、歴史建築として見ることができます。小ぶりながらも壮麗なこの建築物は高尾市街地の中心にあるので、皆様もぜひ見に行ってみてください。高尾市伝領区の月世界地質公園は、台湾南部の非常に有名な地質景観で知られています。
台湾省道28号線から天竜区に入ると辺りすべてに阿久津地形が広がります。この地形では草がほとんど生えることはないため月世界の名称が与えられました。ここがまるで月面のような地形だからです。月世界地質公園では阿久津の地形景観を楽しむほかに指示看板に沿って散策してみてください。およそ1時間ほどで全て回ることができるでしょう。入り口の左手にある解説センターから入れば玉池の周遊歩道に着くことができます。大きな玉池に身を置けばこの単調かつ急な阿久津地形の中での一筋の温かい美しさが月世界の荒涼とした風景と調和していることを感じられるでしょう。玉池の水源は豊富で池の周りには植物が生え砂漠のオアシスのような希望を与えてくれます。歩道を歩いて行けば先の尖った山々が玉池の水面に美しく映し出され月面を散歩しているようなロマンを与えてくれます。月世界の特別な景観は地理学上は阿久津地形と呼ばれていて雨水や川の水が弱い地質の塩分を含んだ青灰色の泥岩を長い年月をかけて浸食していった結果このような荒涼とした地形が生まれたのです。泥岩の下流は非常に小さく粘質も弱い上透水性が低いため雨が降ると泥岩が柔らかくなり地質に沿って流れていきます。植物の成長は非常に困難であちこちに剥げ山が出来上がるのです。そして泥岩が現れ山稜や谷間が高い密度で分布する阿久津地形という特殊な景観が生まれるのです。高雄市西南にある寿山風景区は旧名を麒麟山、舞金山、高尾山、ダーゴー山などと呼ばれていました。ここは高尾市の海に面した障壁で景色が非常に綺麗です。山には寿山公園、千光寺、宝光寺、元興寺、中烈寺、動物園など様々なスポットがあります。寿山公園は草木が生い茂りトレッキング道もあらゆる方向に整備されています。山頂から高尾港を見渡せるほか静止湾の夕日や高尾市の夜景を楽しむことができます。寿山にある寿山動物園はかつてあった静止湾動物園からここに引っ越してきたものです。現在では寿山風景区内の大事な生態旅行スポットとなっている台湾で第二の規模を誇る動物園です。園内は
三方を山に囲まれ、面積は広くはありませんが、地形、溝、石、岩、木の柱などを利用して動物エリアを区切っており、半開放式で80種類1200匹の動物を見ることができます。ここでは他国の動物のほか、絶滅に瀕している台湾本土の台湾ツキノワグマも見ることができます。ここは一家揃っていく屋外の生態教育の場にもってこいの場所です。今回は高雄市を見てきました。高雄は海から山まで何でもあり、大都会でありながら人情味にもあふれる場所です。また国際空港や高速鉄道の駅などもあり、市内にも地下鉄やライトレールが走っているなど、交通の便も素晴らしい場所です。美味しい食べ物も多く、盆地の台北と違い、夏は風が通り、冬もそれほど寒くならないので、高雄に住んでいる日本人の人々も一様に台北よりも暮らしやすいというほど魅力的な場所なんです。皆さんもぜひ高雄で台湾の素晴らしさを体験してみてください。それでは次回もまた台湾の旅を台湾旅手帳で続けていきましょう。ナビゲーターは私、大久保真理子でした。ではまたお会いしましょう。さようなら。